暴力の激化について協議されたにもかかわらず、またウエストバンクで銃撃があった。治安部隊が出動し、緊張が高まっている。イスラエル政府とパレスチナ自治政府は26日、暴力の激化を止めるため、直ちに対策を取るとする共同声明を発表しました。双方の間では、このところ暴力が増え、死者も出ており、紛争の拡大を恐れる声が出ている。そうした中、イスラエルとパレスチナの安全保障トップらが何年かぶりに、ヨルダン南部のベニ海のリゾート地アカバで会談した。アメリカの大統領顧問、中東担当、トップのブレッド・マクガーク氏とエジプトの代表者も同席した。会談では、信頼醸成の取り組みに対する支援と和平実現への努力で合意した。しかし、見通しは暗い。